どうも、影山です。えー、っとですね、あのー、ご近所さんにね、えー、春キャベツの苗をいただきまして、それで、えー、その人は野菜作りベテランなんでお話聞いてるとですね、冬はですね、結構光をね、えー、しっかりと当てないといけないらしいんですね。でこう たっぷりするぐらい当てないといけない。ほんで、水やりに関してはもう冬に関しては少なくてもいいと2日に1遍でもいいぐらいやということを言っておられました。そこはちょっとこう失敗の原因かなと思っております。以上です。